カラスが増えたから殺します。ザルニカラが増えたから減らします。でもパンダは減ったから増やします。人類が増えても増やします。僕らはいつでも神様に願って拝んでたもいつしか、そうさ僕ら人類が神様に気づいたのがザルニカラさあさ。僕は見たことないんだ、あちらこちらの絵画で見るんだ、さらに話で聞いてる神様、我どれもこれも一つの形になるんだ、偶然の位置か運命のガチ、頭と自分勝手スケッチ、あっちこっちそっちどっち、一体どうなってるんだヴィンチ、来世があったって仮になったってだからなんだって言うんだ、前変わったって変わらなくたってことどうだっていいんだ、二度へ来たって全て好き勝手なとか絶対連鎖、どうに立ったってどうも欠点があるんだって言い張るんだよ。もしここの部は神様ならば全てを踏みしてもいいなら、その区間で不快を作るようになるまではきっと僕はしないだろう、きっともっとちゃんと時間をかけてまたきちっとした計画を立てて、だって設定急いで作ったせいで切って貼って作って壊して増やして減らして出したら増やしてなしてどうしてってなんでかって当てなしてうるして勝ってる癖して話して聞かせてなんでなんでやってたらなんだって信じるなんてそれそうなんだって勝ってるってだから一緒にさんで飲んじゃえばいいんだってだってなんてだってバカを死なないと治らない、嫌な考えたって仕方がない、さあ来世のオイラに期待大、でも待ってて現世はどうすんだい、さあ無茶しよう、そんでるかしよう、二つ合わさって無茶苦茶にしよう、さあ無茶しよう、そんでるやしよう、二つ合わさってうやむやにしよう、だからなんだってためになったつなぎはなんだって言うんだ、なんでなんだってポイしたっといて次はなんだって言うんだ、でもしかしもっとくるぬくるぬくよくのぼらっていいんだ、何を言ったって何をやったってなめなめなめなって言うんだ、ならばどうすればいい、どこに向かえばいい、いてもいなくなってもいけないならばどこに、だって横になって道はあんな。